はい、始まりました。水色赤の秋人です。水色赤のぐるぐるゼリー。知ってるこれ。知っとる気がするけど。このやつで。でもなんか、今日なんかそんないっぱい入っとるやつ。これはな、これは子供の時に、こんな感じでは売ってなかったんよな。うん。緑が赤ん坊の時。うん。これどうやって開けるんだろう。一個一個、一個一個駄菓子屋で売っとったんだけど、どういう風にって言ったら、袋開けてから喋った方が。ぐるぐるゼリー、こういう風に売っとったわ。うん、で、これ一本20円とかだったかな、うん、ゼリーが入っとるな、この中に。うん、何味にする何味な、これ。そもそも。メロンだろ、うん、で、バナナ。本当に、うん、うん。海。海って塩味やん。ブドウ。うん。マスコット。いや、さっきこれはブドウ。ああ、ぶどうか。あ、キウイ、キウイ、うん。マスコット、こっち。うん、何味にする？じゃあ、キウイ。キウイ？どっちがキウイだったこっちだったかな、うん、見てる、これ、ぶどう、うん。これ、1個20円だった。これな、見てる、めちゃくちゃ思い出の品なんよな。うん、何の思い出か。皆さんびっくりするぜ、この思い出、見てるが。はい。語るで。はい。これな、小学校2年生か3年生の時に、あんまり言っちゃいけん話かもしれんけど、他言はしちゃいけん話な、これ。他言。YouTube に流すことで他言してますけど。でも、見た人だけの話って留めといてほしい。これな、お友達ん家行ったんよ。お友達に、お兄ちゃんがおって、年の離れた。でも、小学校2、3年の時で何歳6歳じゃけ、7歳か8歳とかな。10歳以上離れたお兄さん的な人がおったんよ。家に。で、その人の部屋に、ちょっと探検みたいな感じで。小学生1、2年の時って自分の部屋って持ってないが。お母さんとかと一緒に寝たりとかするが、日本人って。それでな、そのお兄さんは自分の部屋があったんよ。お兄さんの部屋探検してみようや、みたいな話になって、はい、でその人の部屋に行った時に、その、みちょりの同級生の女の子が、布団めくってみって言ったんよ。で、布団をバイってめくったら、なんと、エロ本が出てきたんよ。エロ本か。で、うわ、気持ちが悪いって言って、その時に、この、これ、もうエロ本の横に、ペッと置いてあったんよ。これが。これが。うん、で、あーって、うん。いつもの駄菓子屋で買うあれだって思ったんよ。はいはいはい、で、しかもな、これより、めっちゃ長かったんよ。ほうほう。これ今、このぐらいの長さなんだけど、うん、これ倍ぐらい長いやつだったんよ。うん。で、こんな長いやつ見たことないってなって、うん、あーって手に取るが。うん、じゃ、コンドームがプルルリンだと言うのだ。それで見これだった本当に。これの長いバージョン。うん、で、だけど、コンドームがついとったんよ。はい、その時はそのコンドーム知らんけん。うん、なんじゃこれって言って、うん。なんかついとるみたいな。うん、こんなん、いつものやつにはついてないし、うん。長い、いつものやつより長い。倍的にこんな感じな、うんうん。いつものやつより長いけん。スペシャル感があったんよ。うん、でうわ、すげえかんって言って、バーって手に取ったら、ビロロロロンってここにこう、なんか、ついとって、なんじゃこれって、うん。これじゃなかったんじゃないかな。でもこれだったもん。これを使っとったこれ、これの長いバージョンだったのに。いや、これの形に似た、その、そういう。うん、これだった。本当にこれだった。これ食べたもんだって。汚ねえ。汚ねえな。食べたもんだって。食べれたんだ、これ。食べれた。それで、この。ちょっと待って、お兄さん。ん？お兄さん、これにコンドームつけて、うん、どこに入れちゃったの？知らないけど、そんな、そんな、思い出の、見てる、これ、これ。うん、思い出のこれ。やっぱり見てる、この水色のやつです。なんかこう気持ち悪くなってきたな。うん、ちょっと食べてんよ。自分のお尻に入れちゃったかな。これな、見てる食べ方知っとる。うん、こっちのちっちゃい方を。ちっちゃい方な。うん。大きい方かと思う。噛むんよ。うん。刃で。うん。刃ねえな。あるか。これか。
令和で噛んで、うん、で回すんだよ、こうやって。こう。うん。取れるんよ。うん。ほら食べるやつだ、これ。な美味しいな。なんか美味しく感じん。これ何味？で、キウイ味。見てるのやつはこれ海の味。ほら、こんなになくなったらもう、美味しいよな。懐かしいだろ？あともう一個懐かしいのもできた。うん。チョコマン。うん。下ネタ。なんで今日見てるかこんな卑猥なことばっかり言うか知ってる？もちろん。チョコマンとか。うん。この、今日紹介するのは、でれんでん。三池崇史監督の、ビジター Q。ビジター、祭りだ、祭りだこんな卑猥な、卑猥？卑猥というか。こんな卑猥な、映画を紹介しようと思って、うん、こんな卑猥なものを見てたチョコマンと。そういうことか。そういえばこの中でも、この映画の中でも、遠藤憲一演じる主人公が、こんなものを突っ込まれよったな。うん、そうなん、うん、見てる、それは知らんけど。食べる、これ。これ何？これチョコマンと、うん、チョコマンと、うん、チンコや冷凍みかん、うん、はい、これ美味しいで。片方の金玉、うん、マシュマロの中にチョコレートが入ってるやつ、これ、うんうん、美味しいよな、うん、難しいよな、うん、今日はこのダブルの紹介だった、うん、そしてブリタキュー、ブリタキュー祭り映画な、うん、これどんな映画かどうぞ。あれ、俺が言うの？うん、ちょっと待ってくれ。遠藤憲一、うん、主人公な、うん、内田春菊。ああ、うん、内田春菊、ね、内田春菊といえば南くんの恋人やな。ああ、友達でいいから。懐かしいな。君が望むなら、うん、はい、これは三池崇史監督の映画で、公開が2001年3月10日、うん、上映時間84分、うん、制作費800万円。100万円、うん、で、これがね、なんでこの低予算映画だかというと、うん、概要にシネマ下北沢で上映されるビデオ撮影の連作ラブストーリー、ラブシネマ6部作の最後を締めくくる作品として制作公開され、そのため本作は低予算ので、うん、美味しいぶどう味。あ、そう、うん、よかったね。そのため本作は低予算のデジタルビデオで撮影され、ドキュメンタリータッチとホームビデオ風というスタイルで作品にリアリティを与えている三池監督が得意とする壮絶なエログロ描写とナンセンスな笑いで、崩壊した家族の再生する姿を描き、公開後超問題作と言われ議論を呼んだ。 R18 指定。三池監督曰く、自分の追悼番組で流したい作品として、監督自身が民放放送では流せないからと挙げていると、うん、おかしいやん、もうな、ラブシネマっていうね、多分恋愛もんとか、まあ、愛についてみたいなのをちょっと短編で撮って、いろんな監督に撮ってもらったっていう中の一作なんだけど、うん、他に誰が、うん、けど、あ、まあとにかく、三池崇史の、あ、違う違う、6人の監督が女の子を主人公にデジタルビデオを使って自由自在に取り上げた6つの純愛物語です。純愛だったね。おかしいよ、うん、あの頼んだ方もおかしいし、作った方もおかしい、うん、おかしいよこの映画ね。美味しかったこれ、うん、で、これね、何が、あと2個あるぞあの、いいですか喋っても、うんうん、
何がね、この映画おかしいかって、まあ、エログロですよ。ストーリーもおかしいんよ。どう説明します？そんなにエログロでもないけどな。まあ、まあ、エログロ、グロ、そんなにグロでもないけどな。うん、多分ね、主人公の遠藤憲一演じる主人公のお父さんは、うん、多分ジャーナリストとか、テレビのね、キャスターとか、まあ、その、いろんな問題とかにこう、撮影しに行ったりするような社会問題を、うん、するような人だったわけよ。うん、で、援助交際だとか、うん、いじめ問題だとか、うん、あと、まあ、町の不良を取材したりとか、うん、っていう人たちだよね。うん、で、まあ、そこでちょっととある事件があって、うん、その、ジャーナリストとしての、なんか、こう、ガタ落ちしちゃうみたいなね、うん、事件に巻き込まれたりとかして、うん、で、それでも、まあ、ダメ親父みたいになっちゃっとるよね。うん、で、家に帰ったら、息子は、ものすごい友達系からの友達、うん、同級生とかから、ものすごい壮絶ないじめを受けて、引きこもりになっとる、うん。で、引きこもりじゃないよ、学校行きよったけん。あ、そっか。うん、まあ、その、すごい壮絶ないじめを受け取って、うん、さらに家庭内暴力が激しいと。多分その、いじめを、受けるの、うっぷんを晴らすために、自分の母親を、暴力するんよな。うんうん、そうそう。で、母親は、その暴力から、やめてって逃げて、薬を、に手を出して、注射ピューって、ここ。うんピューってやって、うん、そして娘は、援助交際しようと、むちゃくちゃな家庭な、でそんな家庭むちゃくちゃな家庭に、ある日、あの一人の男がやってくる、でその一人の男も現れ方がおかしくって、遠藤憲一が座っとるところに、いきなり大きい石持ってきて、ガーンって頭殴るのね、しかも2回も、それがここの頭、かち割られたことありますかじゃな。で、なぜか次のシーンで、あの、家庭内暴力とかが行われとる、遠藤憲一の家に行って、普通に飯食いよるっていう、むちゃくちゃな話なんよ。いきなり、おかしな人間が崩壊した家庭に、いきなりわけのわからない男が居候に来るっていう、とにかくむちゃくちゃ、むちゃくちゃな話から始まるんよ。でも、ミチルが最初に見たときは、いきなり自分の娘とセックスしおるお父さんの話だった。ああ、そうなんよ、そうなんよ。これもね、あの、84分しかないのに、冒頭の10分ぐらい、あの、なぜか援助交際をしとる自分の娘を自分で買って、それを撮影しおるみたいなね。撮影しおる？撮影されよんだったっけ？忘れたけど、なんかちょっとおかしな、エロビデオだったっけこれみたいな。どっから入るんよね、うん。なんか、そこでまあ、まず面食らうわな。うん、この、遠藤憲一って今や普通の、あの、ドラマとかにも、出とる人じゃないか、その人がまさかこんな映画にな、20年前の映画か。若いかったね。遠藤憲一も、若かった、若かった。うん、ね、もう、体当たりの演技。目を疑う特撮的シーンに驚愕の嵐。三池崇史監督が放つ爆弾級の問題作。言っとることに嘘偽りないわ。そうじゃな。まぁ、ちょっと古いけん。あと、動画が荒いっていうのその、ビデオカメラ、デジタルカメラで撮っとるけん、当時の。そうじゃな。じゃけん、ちょっと、あの、新しい映像しか見れない人は、まあでもこれは見る人が選ぶと思うけどな。まあね。めちゃくちゃ。うん、でもな、この、そんなめちゃくちゃな家族。最後めちゃくちゃ救われるんやな。そうそうそう。再生する。家族の愛によって。それ、そういう物語なんよな。まあね。うん、でね、これね、どっから説明しようかとも思うけど。俺がもし一言で説明するとしたら。家族ゲームっていう映画があったの知っとる？松田優作の。知ってる？東川純が出とった。そうそう。あれもなんか、ギクシャクした家庭に、謎の家庭教師みたいな松田優作がやってきて、みたいな。最後、家族ボコボコにするっていう、
なんか、あれな感じかな。ああいう、ビジターって、つまり、訪問者っていう意味ない。あ、そうなんだ。うん。来訪者とか。Q はどういう意味？ Q は、X みたいな。クエスチョンとかの Q かな。よくわからないみたいな。これって民族学的に言う、まれびとがやってくるみたいなね。うん、この男が、うん、急にやってきた男が、うん、不幸をもたらすのか、幸福をもたらすのか、うん、はたまた病気を持ってくるのか、うん、何かわからないものがやってくるっていう、うん、なんかそういうのがね、似とるなと思って。まあね。で、あとこの男も、うん、この家庭を良くしようと思って来たわけでもないし、うん、めちゃくちゃにしろうと思って来たわけでもないし、うん、ただ化学変化が起きてこうなっただけなんだけどな。ああ、そういう風に見るか。うん、もちろんそう見たな。うん、だって、別にその、いい人でもないから、全然。うん、全然。うん。で、悪い人かでは、まあ、どっちかと言ったら悪い人っぽいな。ああ。どっちかと言ったらな。うん、いい人ではない。うん、これが、俺がの見方でいくと、うん。なんというかね、例えば、普通のドラマだったら、うん。その、いきなり居候来ましたと。謎の居候来ましたと。うん、そういう人が、例えば、金髪さん的なやつとか、うん、まあ、GTO かな、うん、とか、なんかよくわからんけど、うん、ああいうなんか先生的になんか、パーンってこう叩いたりとかさ、うん、あとなんかすごいいいことを言ったりとかして、うん、で、その家族を再生させていくとか、うん、家政婦の見たとか、うん、みたいなね、うん、物語だと思うやん。うん、ね、逆なんよ。真逆なんよ。完全に。うん、で、真逆なんだけど、うん、なぜか家族が再生するっていう感じなんだけど、うん、これはね、どう説明しようかと思った時に、うん、例えば、こう、家族って、うん、お父さんって、こうあるべきだよね。うん、お父さんってしっかりこう大黒柱として、うん、しっかりして仕事もしっかりして、うん、なんか間違ったことはしなくって、うん、とか、で、お母さんもはこうだ。うん、で、息子とかは、うん、こう、いじめられても、うん、そのやり返すとかじゃなくって、うん、こう、こもって、時が過ぎ去るのを待とうとしたりとか、うん、まあそのいろんなこう、歪みというか、うん、ちゃんと社会のルールとかマナーを守って生きるがあまりに、うん、家族がギクシャクしとるみたいな。うん、で、そこに、この、いきなりわけのわからん、頭かち割ってくるような男がやってきて、うん、で、遠藤健一も頭をガンってやられたところで、うん、なんか、ちょっと目を覚ますというか、うん、あ、いいこと思いついたみたいな、うん。俺、自分の息子いじめられてるんだから、うん、じゃあ、その自分の息子のドキュメンタリー撮っちゃおう、みたいな、うん。で、それってなんか、社会的にとか家族的に言うと、うん、はぁって感じやん、うん。おかしいやん、みたいな、うん。で、あと、いじめられとる息子がおって、うん、で、いじめられとる息子が、うん、なんていうかな、こう、やっぱやり返さんや、うん、相手に。うん、え？いじめられてんだよ？いじめっ子来たんでしょ、うん、ぶっ殺しちゃおうよって言ってぶっ殺したんや。うん、で、うん、なんていうか、犯罪なんだけど、犯罪じゃして社会のルールを破っとんだけど、うん、なんか、そうやって、うん、本音を出すというか、うん、いや、言っていいんかな、こういうの。何が？ん？なんか、犯罪です、ルールを守りましょうとか、マナーを守りましょうとかっていうのを、うん、ちょっと取り払ってあげるだけで、うん、この、家族がこうあるべきだみたいな、うん、変なモデルにはまることなく、うん、なんかスッキリするというか、うん、そんな感じがする。これ昔凍らせて、うん、半分にパキッと折って、うん、このネジネジじゃなくて、うん、そんなやつもあったよな。あったな。俺の説明下手だったんだな、これ。え？うん。よくわからなかったんだね。あ、わかってるけど。わかった？うん。思い出したもんだけん。あ、そう。うん。で、これがね、名シーンがいっぱいあるんよ。うん。例えば。名シーンな？うん、なんか、まあまあそういうちょっとね、性的描写もいっぱいあります。うん。で、やっぱりその、二つ語り継がれる名シーンがあると思うんだけど、うん、この中でも。うん。息子のが、うん、息子をいじめよるいじめっ子がやってきて、うん、いつものように、うん、おい、こらって家まで来て、うん。で、
いじめっ子が来た時に、遠藤憲一が、よっしゃ来たーって言って、うん、祭りだ祭りだーって、うん、なんだっけ、ナタみたいなの持ってきて、うん、おーいって言って、同級生、いじめっ子捕まえて頭がガーンって、祭りだ祭りだって、頭切り出して、うんうん。そうだな、うん。でもあの時は、うん、遠藤憲一は、うん、嫁さんが持ってきた覚醒剤を打っとったがん。あ、だったっけ？打っとったんよ。その後か。うん。浴槽で。うん。覚醒剤を打たれたんよ。うん。じゃけん、あんなハイテンションで、うん、もうどうにでもなれ、みたいな感じになっとったんだろうなと思うよ。あ、そうか、そうか。うん。まあそこも俺、すっげえ名シーンというか、むちゃくちゃ笑うシーン。うん。笑えて。うん。むちゃくちゃ面白いシーンなんよ。うん。で、まあ、あとその前にね、うん。あの、この遠藤憲一演じる、うん。お父さんが、うん。ちょっとひょんなことから、うん。相棒の女性ニュースキャスターみたいな人をね、うん、あの、殺してしまう、死んでしまうよね。まあ、不倫相手だったんだけど。不倫相手ね、うん、うん。そうそう。で、あの後のシーンもね、いわゆるもう、ピーよ。うん。そうだね。うん、でも、むちゃくちゃ面白い。アドリブっていうぐらい、あそこむちゃくちゃ面白い。視界や！うん。そうそうそう。むちゃくちゃ面白いね。うん。うんこですっていうね。うん。これミントわからんけど。ラブ&エロス。うん。6人の監督のうちこの三池さんが、うん。女の子を主人公にデジタルビデオを使って自由自在に取り上げた、うん。純愛物語です。うん。なんかね、うん。違うんだけど、そう言われるとそうな気がしてきた。うん。純愛物語な気がしてきた。な、うん。最後は、もうすごい、うん、あの、人類は母の元に戻ったんかな？はいはいはい。純愛なんかな、あれは。でもあれも無理やり意味をつけようと思えばね、うん、あの、お母さんのおっぱいを大人になってから吸ったっていいじゃないか。うん、お父さんが吸ったっていいじゃないか。うん、みたいなね。うん。うん、そうなんだよ。知らんけどね。今無理やり思いつきで言ったけど。うん、まあ、これは、うん、あの、評価を見ても、うん4、5か1かどっちかだよな。そうね。なんか真ん中の人があんましおらんのにな、うんうん。これ最低映画だっていう人か、うん、最高だっていう人か、うん、どっちかなんよな。だから本当に見る人は選ぶと思うし、見てでもこれおすすめせんな。うん、これおすすめせんよ、うん。ただ、こんな変な映画が好きな人は、うん、見てもいいんじゃないかなと思ってる、うん。俺そんな変な映画好きじゃないけど、うん、なぜか好き。これ、うんなんか、本当にこれはね、うんピカレスクというか、ピカレスクなんていうかな、犯罪ムービーなんだけど、うん、とにかく面白いよ。あとまあ、内田俊樹の裸が見たい人は。見たいか知らん。そんなこと言う。20年前だけど内田俊樹も若いんよ。40代ね。うん。若い。うんあとね、俺ね、うん、これはちょっとこの俺の主観だから、うん、そうじゃないよっていう人もおると思うけど、うん、あ、今までも俺主観か。うん。うん、あの、俺のイメージでは、うん、なんかこの映像って今の若い人たちも、うん、なんかわかるところあるんじゃないかなって思って、うん、この家族たちの肉食感とか、この犯罪感とか、うん、で、あとこの、ここに出てくる映像たちって、うんなんていうか、あの、迷惑系 YouTuber と、うん、迷惑系 YouTuber を、うん、あ、こいつら悪いことしとるな、犯罪しとるなと思いながらも、面白がって見る、うん、あの、大多数の人間、うん、おるやん。で、それによってまた、迷惑系 YouTuber がどんどんいろんなことやっていくやん。うん、なんか、あれにも通ずる何かがあるような気がするんだよね。うん、だから俺はもうこれを、うん昭和の家族ゲームが松田優作ね。うん、まあ、平成の家族ゲームや。うん平成のこれが。平成じゃないか。平成の家族ゲームは多分な、桜井翔がやったと思うけど。そう。じゃあやっぱこれはただのビジター Q や。うん。これはビジター Q だと思うよ。うん。ビジター Q です。うん。最後はあの、もぐろ福蔵の、うん。なんだったっけ？あー、笑うセールスマン的なね。うん、そういう風な見方もできるか。うん。うん、まあ、とにかくな、ちょっとご飯食べながら見るのはやめたいね。それはやめた方がいいかな。うん、で、なんていうかね、うん、その、エログロってこう、ただのスプラッターだったりさ、血がぐしゃーって出た、内臓がぐしゃーって出たとかっていうのもあると思うけど、そういうのじゃないよね。そうだね。このエログロって、うん。うん。そっちじゃないな。生々しいというか、うん、なんというか。生々しいね。うん。なんか、
本当にありそうな痛みというか、うん、本当にありそうな暴力というか、うん、本当にある社会問題であるとか、うん、そういう感じよね、うん、でなんかこれが今というか昔から続く、うん、この闇みたいな世界の闇、うん、そして社会のルールの、うん、にのっとって生きんといかんっていうしんどさみたいなものをぶっ壊す映画なのかなと俺は思っとる。そうだな、うん、見てる中では、うん、明治とか、うん、大正とか、うん、昭和初期とかの家族ではない。その辺の、ミチルはか、あの、映画とかが好きだけど、うん、ミチルにとってはこれ新しいよな。ほうほう、新しい家族の形。あ、最低な。うん、そう。最低なな、うん。だからその家族という、今まで決められたルールを、ぶち破った。うんうん、今までそのね、そこに収まらんといかんって思っとったがゆえに、うん、全員がむちゃくちゃおかしいことになっとった人たちが一気に解放されて、うん、ダメな家族になっちゃったけど、再生したみたいなね。そうだね。うん、その再生の行方をぜひ見てほしいね。見てほしいね。うん、おすすめしとるかな。おすすめしちゃった。でもあんまりおすすめませんわ。うん、そういうのが好きな人は。うんうん、そういう気持ちが悪い。うん、な、うん、やつが好きな人は、ぜひ見てみれば、ねうん、と思うけど、はい。そんな話でした。はい、今日見てなんか大人っぽいな。あ、そうなん。うん。そうだっけ。大人だっけんな大人ですよ、うん。うん。ありがとうございました。